中ロボットの回収は全て完了しました。今から本部に戻ります。エネルギー充電率 0%、 ロボット完全に停止中。ロボットと私がちょうど映る感じで。全体ですね。そうはい、チーズ。いやー、こんな重金属を使ってこれだけ機動性が出せるなんてすごいな。制御系統もセンサリングも全く未知のテクノロジーだし、これで地球の軍事技術は大きく変わるだろうな。防衛軍のお偉い方が目の色を変えるわけですよ。人間は欲が深い。この技術はまだ我々人類には早すぎるのかもしれない。バッコさん、産業革命だって蒸気機関だって人類にはまだ早すぎたんですよ。でも文明はずっと豊かになってきたじゃないですか。だからこの技術もきっと未来の役に立ちます。そう願いたいね。さて、飯にするか。はい、はい、メインルームとのリンクを調整してきます。おー、うん、岩内純平。正門認証、交際認証、合致しました。誰だ？下等動物の言語を話す生態は持ち合わせていない。我が名はバロッサ。キングジョーは我が宇宙船。返してもらおう。よこせ、いっぱいを話せ。お前にかなう相手じゃない。ここは任せろ。デッドさん、アルフィー、Is granted. Ultraman Z. やつはバロッサ星人。銀河銃で破壊と略奪を繰り返し、奪った武器を自分の力として使うウルトラヤバい海賊宇宙人だ。海賊宇宙人。行くぞハルキた。今のは怪獣サータンの毛で折った透明マントだ。気をつけろ。どこだ。ユコ先輩、こちらアルケ。敵の狙いはキングジョーです。奴は姿を消してキジライに潜伏しています。ユコ先輩がさらわれました。ユカ、お前はここで解析を続けろ。俺はハルキに合流する。了解。警戒レベル5、警戒レベル5、ただし警戒態勢
を取ってください。重力波が大きく歪んでる。この物質は何なの？ヨコ、大丈夫？この女の命が惜しければキング・ジョーを返せ。嫌よ。少しでも力を入れるとこいつの頭は簡単に潰れる。何としてでも食い止めるんだ。はい。ご苦労だった下等動物。もう用はない。すんじゃねえよ。あなたは誰だっていい。さっさと逃げろ。ヨコ先輩、私トゲトゲするじゃん。早くキングジョーを止めて電源装置を強制停止とすればまだ